この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。 行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。
ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。ここの村、はい。ここの村人。ここの村何か？実は、いや。うまくいったようです。こんなおお、素晴らしきお働き。
ここの村人は。ここの。お働き。
ここでお前たちを灰にしてやる。リホ、私も加勢しよう。我らが武勇、義軍に示さん。行きますわ。天狗、敵に伏兵ありとの情報が届きました。敵の計略をあらかたつかめた。伏兵を殲滅するため、急ぎ兵を牽制部に。行きますわ。天狗、義軍が突如天狗に来襲。伏兵部隊が撃破されました。そうそう、我らの伏兵を見破ると。よし、もう伏兵はいない。これで思う存分戦えるぞ。うまくいったようです。こんな困難ではありませんわ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ここでもう尽きる。敵の投降兵もいるし、兵糧もある。これで俺たちの戦力。補強されるな。
この地は私がいただきましたわ。援軍を無駄にはすまい。自分たちの意地、今こそ見せる時だ。何人集まろうと関係ない。猛徳の道を開くため、貴様らを撃つのみ。半端な覚悟では戦場に立たん。
ましたわ。おお、お前の戦並大抵ではないな。調子で行けよ。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。そうそう、この剣業にまで攻め来る。何があろうと引くわけにはいかぬ。よし、直ちに守備配置につけ。来たる戦闘に備えるのだ。
よ。それじゃ、行くよ。参りましょう。
私が相手だ。勝負してもらおう。やられたか。我が輩の死ぬ場所ではないぞ。敵将、討ち取りましたか。おお、素晴らしきお働き。敵将、討ち取りましたわ。おー、頑張ってんだ。その調子でしよう。負けちゃうな。ケン様、守れなくてごめんなさい。わー、笑顔で参りましょう。リズムの強さを引き出すわ。この勢い、果たして止められるのか。いや、絶対に止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。石膏より連絡、南より敵援軍接近。殿、このまま呉を制圧するのは難しいか。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せばまた手痛い返しを食らうことになろうな。合肥に撤退する。全軍に伝えよう。周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫吾の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。赤壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。カフォート、長領、合肥にとどまり、軍の再編成を行い。わかった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合肥周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよ。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫権め、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢をまとめている。息子を持つなら孫権のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。うん、そうであったな。しかにこの父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫吾を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。
官だ。父、まさかあなた。魏侯の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への夕日の気を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める破食の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀三国鼎立の世が訪れた。魏の置かれている状況は決して楽観視していいものではありません。西に益州の劉備、東に江東の孫権、そして南に慶州の関羽。どこかを攻めればどこかに攻められるでしょう。うん、だが動かねば乱世は収められん。攻めれば攻められるならば攻めねばいい。猛徳、奴らはさておき、益州の北、漢中はどうだ。漢中ってと長老か。劉備たちに比べりゃどうってことねえ相手だな。とに、なんで今ここで長老なんだ。漢中、なるほど、漢中か。いいですね、加工トン殿。漢中を制すれば益州の劉備への抑えにもなります。よし、迅速に漢中を取るために戦力を集中させる。ですが殿、それじゃ結局東に背を向けちまいませんか。漢中を攻める間に合肥を突かれたりしませんかね。それも考えてある。学信、利天、息の合うお主らならば孫吾の軍を退けられよう。合肥の守備引き受けてくれるな。そう来ると思ってましたよ。合肥は俺たちにお任せを。利天殿の足を引っ張らぬよう奮戦します。うん、任せたぞ。そして長領、お主を合肥防衛の大将に任ずる。利天と学信をうまくまとめ孫吾を退けてくれ。承知しました。趙文偉、神明を賭して合肥を堅守しましょうぞ。ああ、そうきますか。これはちょっと予想外だったわ。三人にはすぐに合肥へ立ってもらう。残りの者は天水へ向かえ。速やかに長老を倒し漢中を掌握するのだ。
やっと艦中に着いた。おいおい、なんだ息子、もうへばってんのか。こっからが本番だってのによ。やはり孫悟の大軍が合肥に侵攻したようです。長領らがやすやすと負けるとは思わぬが、大軍となれば楽観はできぬか。援軍を出した方がよかろうな。だがどこから援軍を出す。巨匠周辺の兵は動かせんぞ。満朝、慶州はどうだ。関羽が孫悟と連携する気配はあるか。いいえ、慶州に目立った動きはありません。劉備は覇食の統治に専念しているのでしょう。また劉備は孫権からの慶州返還の要請を断ったようです。まあ初めから返すつもりはなかったのでしょう。孫悟と組みつついいように利用するとは。劉備の軍師諸葛亮とはとんだ食わせ者ですね。うん、慶州が膠着しているのであれば、いくらか孫悟の方へ兵を避けるか。巨匠に伝令を出し、合肥への援軍を編成させよ。我々はこのまま長老を討つ。合肥の動きは結果としてなおのこと、この漢中を抑えることが肝要であると示した。漢中は覇食の地から長安へと抜ける道、東西の戦線を安定させるためにも、この地はわしが掌握せねばなるまい。ですな。んじゃちゃっちゃと長老を倒しちまいましょう。漢中を取っちまうぞ。息子、親父の背中を見とけよ。父さんこそ俺の活躍を見逃すなよ。長老を倒すとは自慢の息子かもしれないね。敵の要衝は内心って評判だ。形勢次第では楽にこっちを狙えるだろうね。
せる見込みなどないか。なんとか義の将に接触できないか。そうすれば願い分の三番。嘘だろ。やっと戦線を突破できましたな。いざ進軍を開始いたしましょう。よし、自分はこの道を使って艦中に進む。敵陣まで一気に駆け抜けよう。よく長路に。このこと、無論よく来て、長路に。このこと、無論あれは義軍の。よく来てくだ、長路に。みこのことはだ、無論おやおや、こんなにもいただけるとは。このご恩にはきっと報いてみせますぞ。ではあの要所の門を開けてみせましょう。きっと驚かれると思いますよ。このことは絶対に長路軍に漏らさぬよう、よろしくお願いしますよ。多忙感に寄っているのだ。
負けることはあるまい。孤立したところを狙われたか。覚悟を決めて挑まねばなるまい。はっ、そっと兵の指揮、そなたの手。よかった、死なずに済んだ。宝徳様、俺たちの命を一番に気遣って、自分の立場もあるのに、なんと寛大なお方だ。うまくいったようです。困難、困難ではありませんわ。戦わねば。
避け、生かしきれなかった。この戦いよいよ厳しくなってきた。行きますわ。防御体制を取るのだ。着想を得られそうだよ。もはや抵抗はせぬ。どうか民には手出ししないでいただきたい。やったな父さん。これで艦中は俺たちのものだ。あや、ご苦労だったな息子よ。いい初陣だったぞ。曹操殿、それがしへの寛大なる処遇、新人の謝意を表する。されどならばこそ問わせていただきたい。なぜ二度までも刃を向けたそれがしを救われ、戦は天下から絶やさねばならぬ。だが天下から人を絶やしてはならぬ。お主ほどの優勝失うはあまりに損失よ。明快な答えに感謝する。またそこまで評していただき後人の極み。報徳よ、時代は今激動の時を迎えておる。わしはここを乗り越え乱世を収束させねばならぬ。そのためにお主の力を貸してくれぬか。承知した。今それがしはこの姓に新たな意義を得た。
法令め、以後は曹操殿の先兵として働かう。うん、頼みにしているぞ。七葉、漢中は完全に掌握した。この先はいかがされる。将兵に余力がある今ならば連戦も可能かと。うん、だが兵站の維持は厳しかろう。現状長安からの輸送に頼るしかないのだからな。恐れながら申し上げます。お主は千葉忠達です。劉備は破色の地を得てから日が浅く、領内を掌握しきれていない状況です。このまま余勢を借り破色益州へ攻め込むべきかと。お主の言には一理ある。今ならば劉備の首に手をかけることもできよう。だが慶州には関羽、合肥には孫権がいる今、これ以上踏み込めば必ずや後輩を疲れよう。これはわしらに限った話ではない。劉備と孫権もまた同じ思いをしておろう。この三者、三国の関係はそういう性質のものよ。ならばこそ決着を急がず三国の均衡を崩すことが先決と。失礼、千両申し述べたことご容赦ください。構わぬ、今後も存念は何なりと申せ。漢中には維持に必要なだけの兵を残し、残る軍は東の合肥の戦線へ向かう。しかも全軍に通達せよ。河口と河口へ。お主らに頼みがある。どうしたんです殿、そんな風に改まって。今孫吾に圧力をかければ我らに対し劉備孫権が構えるという、この均衡を崩せるやもしれん。だがそれにはお主らの協力が必要だ。要はお前の無茶に付き合えというのだろう。何を今さら、いつものことではないか。で俺たちは何をすればいい。劉備を漢中へと誘い出し、その間に関羽を撃つ。何だと。漢中は覇色にとって喉笛。わしが兵力を手薄にすれば奴は喜び勇んで奪いに来るであろう。同時に孫権と慶州攻略の密約を結ぶ。慶州の奪還は奴らの絶望するところ。関羽を共に討とうといえば断りはすまい。確かに奴らの同盟は危ういものとなっている。孫権をこちらにつけることはできるだろう。だが劉備どもにこれを蹴取られでもすれば漢中と慶州を一気に失いかねんぞ。そこをバレないように漢中をきちっと守りつつ、ひょっとすると攻め取れそうに思わせる。なかなか大変な芝居ですな。慶州へ兵を回すため漢中には精兵を残し、兵の数は減らす。これだけでは策を感づかれるやもしれん。だがその精兵を率いる師匠が我が国王であれば、まず疑われることはないだろう。そこで俺たちの出番というわけか。分かった、漢中のおとりは俺がやろう。いいってトンニー、そっちは俺の役目だ。慶州には関羽を打ちに行くんだぜ。その戦いにトンニーがいないってのは嘘だな。ねえ殿、ならここはこの加工妙才の出番ですな。うん、任せた。劉備は兵力を整え全力で攻めてこよう。かなり危険な役目になるが頼むぞ加工へ。
何の一番大変なのは殿でしょ。これから西へ東へ行ったり来たり。もう若くないんだから無理しないでくださいよ。うん、言ってくれるな。関を打ち三国の均衡に楔を打ち込む。頼んだぞ二人とも。ああ任せておけ。さて孫権との密談の場所を決めねばならぬか。今までの関係を変えようというのだ。あえて因縁あるに術高あたりがよかろうな。ついに劉備が漢中に攻めてきた。この漢中は絶対に守り抜かなきゃならねえ。けど器用な、そんでもって決まれ。ああ、なんと秀麗な鼓舞でしょう。この趙春雁、花公園将軍のもと美しく漢中を守り切ってみせましょう。父さん、そんなに気張らなくてもいいんじゃ。なに息子よ、覚えておけ。俺様くらいになるとな、特段気張らなくたっていつでもたぎってるもんよ。ああそこはそれ、男の年輪ってやつだ。お前はお前で自分らしくやるこった。あ、一体どうしたんだ急にあんなこと。さて劉備とも追っ払うとするか。この漢中は絶対守り抜くぜ。徳軍の士気はかなり高い様子。花公園将軍、ここは慎重に参りましょう。行きますわ。なんで私の最初がこんなとこに。
なぜかしらねえが、奴を倒せば大手柄だ。ほら、俺は逆ボギーを直すんだっての。誰か、俺の周りの敵を追い出してくれ。範疇でしょ。Ha!
親父のとやされちゃう。敵将撃ち取りましたわ。さすがの腕前です。行きますわ。戦に飲まれてしまう。誰かの手を借りたいけど。笑顔
で参りましょう。行きますわ。だろうが策だろうが踏み越えてやるぜ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。油断しましたね。副兵部隊、今です。ようやっと出番ですね。さあ、ここから暴れさせてもらいますよ。奇襲か。チェ、正面から勝負に切れがれってんだ。機は熟しました。トラテンジャ部隊、進軍を開始してください。月英殿からの合図があった。トラテンジャ部隊、進軍開始。くっそ、俺としたことがまんまとはめられたか。素晴らしく輝いていらっしゃる。行きますわ。
これ以上は孔明様申し訳ありません。今はこの喜びをかみしめましょう。えい、素晴らしいご活躍、お見事です。馬がご入り用で、またお待ちしてます。毎度どうも。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。おや、これはこれは。その後調子はいかがですか。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。何を召し上がりますか。またのお越しを。ようこそ、いらっしゃいまし。
ともごひいきに。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。派生は俺たちのもんだ。奪おうとする奴はぶちのめしてやら。その粗暴な戦い方、無粋ですね。せめて散り際は私が美しく彩りましょう。はっ！
参りましょう。この地の攻防は戦局を左右し得る。私たちで守るぞ。なん？これほど近くに敵が。みんな、魏の軍勢を押し返すのだ。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。不利な局面だが、知略で跳ね返せ。皆の命を盾にする真似はしたくない。つまり決死の覚悟で守り抜くぜ。
右しうる。私たちで守るぞ。敵将、討ち取りましたわ。おお、頑張ってんだ。その調子で行けよ。艦中を奪いぬとは無念。今は引くしかあるまい。やれやれ、やっと諦めやがったか。はあ、まあこれで一安心ってところだな。でね、帝軍山の本陣に敵襲。敵将は甲中の模様。なに、あのじじいやりやがるぜ。俺が行く。息子よ、ここは任せたぜ。ちょ、父さん待ってくれって。
救国。花崗園将軍、敵将孔忠に討たれ戦死なさいました。父さんが嘘だろ。まさかそんな、ああなんということだ。将軍を失った動揺は兵たちも同じでしょう。こちらは今とても戦える状況ではありません。一度撤退し防衛線を引き直さなければ。各ワイドの兵の指揮をお願いします。そうですね、私たちで少しでも多くの兵を守らなければ。さあ、参りましょう、花崗派殿。分かった。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。そう。まさか、花崗園将軍が。まだ信じられぬ。これは。まずいことになりましたな。劉備は全軍を引き連れて漢中に侵攻している。縁を討ち取ったことで漢中を取れると確信したのだろう。おや、思ったより冷静でいらっしゃるようだ。花崗園が命を落として用意してくれた状況だ。失敗はできぬ。このまま漢中に踏みとどまり劉備軍を迎撃する。芝居、慶州に動きがあればすぐに知らせよ。承知しました。劉備は帝軍山に構えているようだな。奴を完膚なきまで漢中を奪い返すぞ。今回の殿は張り詰めてるね。状況はまるで違うが、炎上を思い出すよ。
感謝し
ません。私とトラ戦車が相手となりましょう。ふっ、負けるかよ。トラ相手の勝負には覚えがあるんでな。別の目的が隠れているような。諸葛亮殿、詮索は不要でござる。拙者が今ここで飛行を打ち果たさん。行きますわ。どうにもならん。
敵将討ち取りましたわ。すごいな、さすがだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。反復捕まつった。これぞ武の神髄。この挑戦
闇に舞う覚悟はできています。鬼神の娘魚雷鬼、皆を勝利へと導こう。このしるべなき世の一筋の光を。真剣へ、真剣ですわ。軍神の娘菅銀平、非力ですが頑張ります。託された思い果たしてみせる。竜の妻としての誇りを胸に、いざ参ります。わしは方次元、無理はしないで頑張るよ。関雲長、義の刃持て、乱世を打ち払わん。いざ休養期損傷校、いざ出陣なんてね。この過去を現状の部見せてやるとしよう。そう分裂、正直一途に道を進まん。各方向勝利は確定かな。復讐、それが私の唯一望むもの。時代のため美しき旋律を奏でましょう。